毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よですね、昼飯屋さんに行ってまいりました。こちらのお店はクワチャンネルでは2回目のご紹介となりまして、京急大森駅から歩いてすぐのお店でございます。もうホームを降りまして階段を降りて、まっすぐ行ってもう改札の手前ぐらいからカレーのいい香りがするといった、そういうね、もう素敵な演出、まあ演出というかそういうのもありまして、ワクワク感の止まらないお店で、前回ご紹介しなかった海苔のカレーですね、海苔チキンカレーの方、本日は、食べてきたんでご覧ください。本日のカレードン、こちらが昼飯屋さんのメニュー表。カレーの種類は3種類で、チキンとラムキーマの合いがけや大盛り名物海苔チキンカレー、ラムキーマチキンカレーの方もそれぞれ単品もあり、もちろんトッピングの方も揃えて、新発売の3種盛り、そして要予約の金のカレー鍋御膳もあります。本日はキーマ、チキン、海苔の3種類の味が一度に楽しめる3種盛りをチョイス。盛りの美しさ、脇を固める副菜、サラダの方も色とりどりで、初めましての海苔チキンカレーは磯の香りがもはや漂う一品。おなじみ定番のチキンカレーの方もいい香りが花を刺す。綺麗に陳列された副菜、そしてキーマからの流れはもはや見てて絶景。サラダの方もしっかり入って、本日もいただきます。まずはいつも通りチキンカレーのスープの方から、一口食べるとそのしっかりとした旨味に本日もうまし。お待たせいたしましたの海苔チキンカレーのルーの方は、口の中に一瞬で広がる磯の香り、旨味が引き立つ。クワチャンネルもこの表情。チキンカレー、海苔チキンカレーに入っているそれぞれのチキンもゴロゴロ入ってボリューム満点、食べ応えも十分。もちろんルーとライスの方を一緒に食べても相性抜群、どんどんスプーンが止まらず、中盤になると真ん中の8切れんばかりのトロトロ卵を割ってまろやかにキーマの方を食べてみたり、そのまま肉肉しさを感じて味わい深くしても最高のカレー。海苔チキンカレーの方はスパイス感というより旨味濃縮タイプ、コクが深く、キーマカレーの方は肉肉しさ爆発の旨味たっぷり。海苔チキンカレーの方を卵とまろやかにしてみても、口の中に広がるまろやかさでサラサラと食べれやすい。もちろん脇を固めるこちらの副菜の方もシャキシャキとした食感、酸味も最高。いろいろカレーと混ざり合い、食感のアクセントになるのが楽しく、サラダの方はそのままいただいてもあり、海苔の方はそのまま食べてみたり、パリパリとカレーにかけ磯感をプラスするのもいい楽しみ。一皿のバランス、クオリティも最高で、旨味引き立つコク深いそれぞれのカレーがどんどんスプーンを止まらず、本日も満腹完食。昼飯屋さん、本日もごちそうさまでした。次は鍋の方狙ってます。まあ、もちろんね、今回いただいた3種のカレー、皆さん結構ね、カレー好きの方なら、あ、これ知ってるとかね、見たことあるとかいう方もいらっしゃると思いますし、この海苔チキンカレーの方がね、もうコクも深くて旨味重心で、まあスパイス感だったり辛味といったものをちょっと抑えつつ、コクだったり旨味の方に重心して、口の中に広がるこの、もうすぐ広がる、あの、磯の香りだったりだとかももう最高で、どんどん食べれる、そんな一皿でございました。キーマだったりだとかチキンカレーの方はもちろんね、前回紹介させていただいて、やっぱり食べてて、うまいなと思える、そんな一皿で、店主の方曰く、スパイスポストさんという、カレーのお店、クワチャンネルでもご紹介したお店の、出身の方で、そちらよりかはね、ちょっとスパイス感だったりとか、辛味の方を抑えて、旨味だったり、コクだったり、そういうのに重心を置いた感じにチューニングしてるということで、また違った味も味わえるという、そういったカレーとなっております。はい、というわけで、カレーに取り込む生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。